ふーん、君の最寄り駅はそこなんだ。の、これがちょっとワニレックスのレックスを言います。ジマ、ねえ、パーク立ち入り禁止なんで。そこがいいんだ。極太の見解としてどういうことだっけ。そうです。何の時間だよ。悪いよ。奇妙な入り口への扉はすぐそこにあるのかもしれません。どうも、極太ダイナマイトコスケです。それです。今回はですね、はい、ヤバすぎる人体実験を2つご紹介します。よっ。おー、久々っすね、人体実験。実験シリーズが来ました。うん、俺これ結構好きですよ。今回のやつはですね、うん、他の都市伝説 YouTuber があんまりやってないと思います。ほう。だけどかなりヤバい、極太初出しと言っても過言ではないぐらい。過言ではないでしょう。バズってほしいですねそうですね。皆さんぜひ高評価よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。極太ダイナマイト。まず一つ目がですね、うん、ボディースワッピング事件です。ボディースワッピング、うん、2020年に行われた研究で。超最近じゃん、うん、やっぱり最近さ VR とか増えてきてるじゃん、うん、友人の視点で物事を見れるようにしたと、うん、完全再現よ。だから俺の見えてる世界を VR でそのままコウスケに見せてる、うん、で実際に例えば痛みとか同じように感じさせるっていう実験なんですよ。はあはあ。じゃあここの視認情報の共有みたいな感覚。そういうことだ、ね、で痛覚もそれは共有される。共有される。ああ、だからこういうことではなくて、なんか Bluetooth 飛ばしてるみたいな。あ、そういう感じよね。あ、うん、ペアリングしたみたいな。そうそう。なるほどなるほど。コウスケが俺を実体験してるって感覚。なるほどなるほど、うん、でその時にコウスケの方にどんな影響が出るのかっていうのを見ようとした研究なんですね。はあ、面白い面白い。どうなったかっていうと、例えば俺の目線がコウスケもそのまま見えてるわけだから、うん、こうナイフで脅そうとしたのね、うん、そしたら、まあ、当たり前だけど俺はビビります、うん、でコウスケもその同じような世界が見えてるわけだから同じくちょっと怖いっていう感情になるわけよね。で不思議だったのがですね、うん、俺の性格がちょっとコウスケに移ったの。ほうほう。俺の生活をコウスケが共有していくと、うん、コウスケに性格がなんかちょっと移っていっちゃったの。じゃあ短期で暴力的になるってこと。全然違いますよ。そうじゃん。どう見えてる。そう見えてます。そう見えてるわけないだろ。ほら、そう見えてるわけないよね。うん。でこんなことしなきゃいけないんだよでですねおい、やめろよ実際に A 君と B 君、はいはい、で、ま、A 君の視点を B 君が見ています、うん、でこの二人友人関係なんだけど、うん、A 君のおしゃべり、陽気、自立心、自信っていうところが映ったと。だから性格が変わっちゃうっていうことが分かった。じゃあさ、うん、なんだろう、そういうさ陽気な人になりたいっていうことができちゃうってこと。できちゃう。面白い。で実際にこれ、この研究が分かったから、うん、うつ病の人を変えられるかもしれないと。めっちゃいいやん。そうっていうふうにもなったんですよ。これもしかしたら結構ね偉大な研究になるかもしれない今後。面白いね。病気ではないけどさ、うん、コミュ障に悩んでる人が、うん、めっちゃコミュ障の人の見たりしたら。そうなのよ。だし犯罪者とかに、うわ、善人のとか間違いない、うん、プログラムとして入れれば、うん、いい人になるかも。あとなんか闘争心がないとか、ボクサーとか分かんないけど、あ、なんか、はいはいはい、技術はめっちゃあるんだけどみたいな。なるほどね。とかに心だけね。そう、あと足りないのはメンタルみたいなものをこれでなんか補えたりするのかな。可能性はでもあるよ本当に。だって実際にそうなってるから。面白。ただですね、はい、いいことの裏には、はい、リスクもあるわけですよね。はあ、何ですか。この実験で、はい、ちょっとねとんでもないことが分かっちゃったんですよ。何かっていうと、はい、A 君の見てる視点を B 君に見せました、うん、もちろん性格がちょっと陽気ないい感じになりました、はい、でも B 君はちょっと自分の記憶を思い出せなくなったの。あ、例えば今日何を食べたとか、母と過ごした思い出の場所とか、うん、そういう自分についてのエピソードの記憶が薄れたと。じゃあもうなんだろう、 A 君になろうって脳がしちゃうんだ。なっちゃう。なるほどね、うん、じゃあもう本当にペアリングになっちゃうんだ。そうそう、コピーになっちゃう可能性があると。やっぱ脳って不思議だ。そうだね、いいとこだけじゃないのよ。やっぱり本当さ、脳って PC みたいな感じなんだろう。いや確かに。プラスっていうよりちょっと似合いイコールみたいに伝達の仕方になってくるのかもしれない、うんうん、そうだね。不要ではないんだろう。いいことももちろんなんだけど、リスクもあると。これはちょっと研究で分かっちゃったんですよね。そうだね。なるほど、うん、じゃあまだまだその実証とか、うん、運用ってなると、うん、まだまだ課題はあるって感じ。課題はあるだろうと。ああ、なるほど。
続いての実験がですね、はい、グア・ドナルド実験です、はい、1930年代に心理学者のウィンスロップ・ケロックとその妻のルエラという方が行った実験なんですけど、うん、自分たちの息子のドナルドとチンパンジーのグアを兄弟として育てるっていう実験なんですよ。なんだその映画みたいな、うん、さすが1930年。まあ彼らがやりたかったことっていうのは、うん、チンパンジーのグアを人間のように育てたら人間のような能力が身につくんじゃないかっていう気持ちで始めた実験だ、はいはいはい、実際にですねグアは生後7ヶ月のメスのチンパンジー、うん、息子のドナルドは生後10ヶ月本当にね同じようにもうまんま一緒の教育をしたんだよ、うん、食べ物も同じ服も同じように着せられるで何かこう悪いことをした時同じようにお仕置きをする、うん、まあ実験が開始されました。1歳ぐらいになった時にそのコップの使い方とか、うん、スプーンの使い方とかを教えていたんだけど、うん、人間のドナルドよりもチンパンジーのグアの方が覚えが早かったのね、はあはあ、どん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 ねできるようになっていったんですよ、うん、ただ違いがやっぱり明確にあって、うん、まあ、ドナルドは顔を見てパパかママかを判断するんだけど、うん、チンパンジーのグアは匂いとか仕草とかで人を判断する、はいはい、それが多分チンパンジーのやり方なんだろうけどね、うんうん、言葉も同じように教えていったわけですよ、うん、でドナルドはやっぱ順調に人間なんで、うん、親の言葉を話せるようになっていったんですけど、はい、グアはやっぱり言語は無理だと、さすがに言葉を喋れるようにはちょっとならなかった、うん、まあ無理があったんだよね。でまあこんな感じの実験が5年間続きまして、うん、5年後にまあ終了するんですけど、うん、なんで終わっちゃったかっていうとめちゃくちゃやばいことになっちゃったのよ。何かっていうと、はい、ドナルドがグアの影響を受け始めるようになったの、うんうん、暴力的になってご飯が欲しい時とかに噛みつくようになったのよ、うん、はあはあ、で何か嫌なことがあるとなんか喉の方でうなり声を出すようになったの、そう動物的になっていっちゃったんですよ、はいはいはい、っていうのでこのままだと子供に悪い影響が出ちゃうからって言って実験が中止されたんですよ。はいはいはい、なるほど、うん、だからチンパンジーが人間になるというよりかは人間がチンパンジーになっちゃうっていう、こう野生的になるなっちゃうってことは分かったのね。なるほど、はい、面白いというか、うん、なんというかこの夫婦だからね、やばいんですよ。ちょっとマットサイエンティストなところがある、マットなのよ、うん、まあ、子供とそのチンパンジーを椅子に乗せて、うん、どっちがかみたいな、それはすごいやばいでしょ。ちょっとすごいですね。実の子供にそれやったりとか、うんうん、ちょっとぶっ飛んでますね、うん、頭蓋骨の音の違いを知るためにとか、うん、なんかそういういろんな実験をしてたんだって、うん、でまあ結局ねこの実験は途中で終わったんですけど、うん、まあ、ちょっとねこの動画ではね言えないんですけど、はい、知りたい人は詳しく調べてほしいんだけど、コウスケだけに言うとこのドナルドは結局最後どうしたんですよね、大人になって。なるほど、はい、まあ、この実験が関係してるかどうかっていうのまでは不明なんだけど、うん、そうっすね、やばすぎる、うん、やっぱその通常というかイレギュラーがあるとこうやっぱすごいストレスなんだろうね、人にとって。人は人、猿は猿、育て方があるってこと。間違いない。当時もやっぱり、うん、遺伝子が 99% 同じとか言われてたんだと思うのよ、うん、チンパンジーと人間でスーパーチンパンジーを作りたかったのかもしれない、うんうん、なるほどね。やってはいけない実験だったかもしれないですね、うん、僕ルートダイナマイトということで以上、実際に行われたヤバすぎる実験2000でした。まあな、命が関わるというか、そうね、倫理観とかいろいろそういうことですよね。 やっぱその人体って面白いですけど、線引きと言いますか、その人権的な問題っていうのはやっぱ関わってきますよね。いやこれらは ね、まあ大いなる人類の発展にはなるのかもしれないけど、ね、っていうね、結局どの研究が何の役に立つか分かんないからね、うん、そうね、前半のやつもな、まさかの結果が得られてるというか、うん、まあもちろんデメリットも発見数はするんだけど、そうね、まあ科学ってそうよね、うん、戦争で人を高熱レーザー銃でぶっ殺そうって考えた結果電子レンジが生まれている。そうなの、うん、らしいよ。そうなの、あ、わかんない、でもなんか基礎を聞きました。あ、そう、諸説あるかもしれない。なるほど、だからなんかまあでもそうだよね、そう、なんか思いがけない実験とかが意外とねみたいな、だってな、ダイナマイトも最初は建築、うん、そうね、破壊用だったんだけど、戦争の疲れになっちゃったから。だってそれを言うならな、 Google Earth とかもあんなもんミサイルどこにぶち込むかって考えてたものが軍事利用から。そうなの、だって Google Earth であんなに見えてるってことはもういつでも見えてるってことだからね。なるほどね、ああ、だからまあ世の中意外となんか二次利用的なものって結構あるんですね、うん、そうですね、だからね、
倫理観を持って科学者たちは頑張ってほしいですね。そうだね。まあでもね、こう人類の発展と倫理観と、うん、この共存していくっていうのが大事じゃないですか。はい。こういった問題をどう解決していくのか、国人の見解をお聞かせいただきたいと思います。いや、これはちょっと難しいんですけど、答え出してみようと思います。はい。みんなの命を使えばいいんじゃないかな。大間違いだよ。気軽に、激センシティブな話題だからマジで。でもみんなのならいっか。以上、極太ダイナマイトでした。出たね、本物が。ありがとうございました。極太の負けとしですこなーよ。今日はですね、はい、地球に開いた大きな穴ご紹介します。はい、こちらです。お、本当に、うん、これロシアのミールヌイっていう場所にある穴なんですけど、うん、めちゃくちゃでかい。何これ。これ直径が 1200m、はい、1200m、はい、深さ 525m。 何の穴ですかこれ。何の穴だと思う。採掘。正解です。ほう。ダイヤモンドを掘るために開けられた穴です。はあ。世界で2番目に大きな採掘穴。お前これ、うん、訪問ニュースじゃなくて鉱山ニュースだな。鉱山ニュース。君が持ってきたんだよ。鉱山ニュース。その寄せなくていいのよ、訪問ニュースがなくなったからって。まあでも都市伝説っぽいから、なんかまあ事実だけど、なんかそれ系っぽいからいいんだけど、はい、別に寄せなくていいよ。ああ、寄せてはないですけど。ああ、本当に。勘違いしないでください。ただの穴紹介です今回。ああ、その穴もなんかかけてそうで。原田さん、今後突っ込まないよ、うん、逆に。じゃあもう拾ってあげないから。鉱山ニュースです。意外にしろ。以上、極太ダイナマイトでした。ありがとうございました。